まだまだ体はもっと大きくなりそうな感じがします。さあ伊坂くん、今や2つのチャンピオンベルトを持っております。負けられない試合です。さあロックアップ、ロックアップからバックを取って、さあ切りに行った。さあおー、今力で外しましたね、力で外しました。早い、あれやったらうちぎっくり腰になるな、きっと。あ、余計なことすいませんでした。さあヘッドロック、これヘッドロックというよりもですね、頬の下を締め上げてますからね、フェイスロックに近いですね。からの、さあこれがヘッドロックですね。ヘッドロックからのフォール、さあまだまだお互いを試してますね。あっと伊坂怜央の頭、私はこの高さのキックよりも伊坂の静電気の髪の毛の方が気になってしまう。やはり冬ですね、冬です、冬です。ちょっとほら立ってます、フェイスロック決めてるけどね。はい、やっぱね、サラサラ頭はダメだね、冬はね。頑張れレオ。さあビハインドからのディニティ、早い早い早い、DDT っていうのはどういう意味なんでしょう、誰がつけたんでしょう、どんだけだよ頭部っていう意味かな。いや首でくるんですけどね、頭も痛いけど首ですけどね、私やられた時首でしたけど。プロレスの用語っていっぱいあります本当に。今のは良かったですね、今のは良かった、今のは良かった。あれはなんていう技、たくみちゃん、はい、今のはなんていう技で、えぐいの何でしたっけ、あるんですけど、今ダイヤモンドカッターの、あれ逆バージョンですよね、リバースダイヤモンドカッターみたいな感じ。あ、もうこれね、私、はい、寝違いと呼んでます、この技を。寝違いです。これ痛いんですよね。もう痛いの、あの首も顎も固められてるから、寝違った状況ですよ。一度は皆さんもありますでしょう、寝違い。首決められると、足と手の力が入らなくなるんですよね。本当にそうそうそう。で、首を動かされる方向に、体が勝手にそっちに行っちゃうんで。うん、余計締め付けられるっていうやつですね。はい、これもエグいよね、両手ロックしての首だからね。ロープブレイク、こうやってね、じわじわ攻められるとずっと痛いからね、ずっと呼吸丸くなるし、うん、
5分経過、5分経過。できない私にしてみたら、この技は素晴らしい技ですよ。うん、やり返せ鈴木。まだまだこれからです。